皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した、6月の Q&A の7回目をご紹介します。2024年6月の Q&A。 カナダの現首相はもうすぐ退任となるでしょうが、次の首相はあれほど圧政的な姿勢を見せない人でしょうか。私もそう願っています。彼はひどいですよね。トルドーは今年辞めるとおそらく1年前に私は予言しました。今年は彼にとって9の年なのです。終わりの年なのです。彼は汚職にまみれています。ジャスティン・トルドーの真実が暴かれると私は言いました。彼は問い詰められるでしょう。これは1年前に言ったことです。ですからこれは今年に起こります。実は去年フルで彼のリーディングを行いました。賄賂とか汚職とかが出てきました。カナダのシステムはよく知りませんので、どのように議会で質問されるのかはわかりませんが、彼が質疑を受けているのが見えます。以前にも受けたことがあるでしょうが、彼の汚職はもっと明るみに出ます。そしてもちろん彼らは WEF のような組織と同じようなものです。もちろん適任者を次に押そうと思っていますが、ひっそりとしたトルドーのようで、トルドーのように先制君主のように振る舞うことなく外面的には静かに振る舞います。彼はひどかったですね。スピリットによれば彼らは裏でひっそりとことをなします。彼らもひどいのですが、トルドーと比べることはできません。彼はかなりひどかったので、でもトルドーは落選しないように戦うでしょう。本当に頑張ると思います。でも彼には健康状態の問題が出てくるでしょう。彼の足か膝か腰が悪いのか、ビッコを引いています。それか怪我でもしたのでしょうか。オーストラリアに移住してくる人々は留まるのか、それとも離れるのでしょうか。慢性的な住宅不足は何らかの出来事によって緩和されるのでしょうか。それは先ほど話しましたね。オーストラリアも含まれていました。ある意味では質問にすでにお答えしているでしょう。移住者はオーストラリアをもちろん離れません。他のことと同じようにある一定数人々は離れるかもしれませんが、彼らはただ乗りしているのですから、もちろんそこに留まります。こういった人たちは米国にも豪州にも両方行くのです。ただ乗りの事情です。ですから政府は住宅問題を解決していかなければなりません。彼らは人数過多にもかかわらず人々を街に押し込めているのです。移住は田舎に行く必要があります。街のように家がぎっしり建っているところではなく、郊外へ行く必要があるのです。将来教育の分野に関して、カレッジや大学のシステムは変化していくのでしょうか。良い質問ですね。どのようにかはわかりませんが、スピリットが少し気味の悪いビジョンを見せています。ある特定のカレッジが統合されていきます。おそらく例えばイェール大学が彼らの教育システムに AI を組み込んでいくのと同じです。それは危険なことになりかねません。というのは AI が欲しいものを教えるようプログラムできるのですから、それには大きな落とし穴があるのです。それに対して人々は怒りを表します。でもイェールやハーバード大学に行く学生はそれが最適だと思うのです。これは裏目に出るでしょう。多くのカレッジが誤った争いをサポートしたり、敵対側になるために支援者を失っていくでしょう。そしてカレッジが並行するのを見ることになるでしょう。これはアメリカだけでなく国際的に起こる現象です。新しいものが誕生する前に全てが崩壊する必要があるとスピリットは言っています。ですから私たちがこれから目撃するのは、教育のシステムも医療システムと同様に崩壊していくのです。カレッジだけでなく小学校なども変わっていきます。自分の子供にはホームスクールを受けさせたいという親が増えていきます。また小さなコミュニティの中でのホームスクールも増えていきます。あなたの子供とお隣さんの子供だけで自分たちの小さな学校でクラスを作るのです。
小さなコミュニティスクールで子供を教えるというスタイルをたくさん見るようになります。今のシステムで習っていないことを習うべきなのです。他の小さな国々ではもうすでに始まっていることですが、スピリットによればそれが古いシステムからの脱却につながるのです。カレッジや大学が支持者や寄贈者をなくすと、それは別のものにとって変わられます。あるカレッジが驚くべきことにコンドミニアムや何らかの住宅施設に変わりました。これは一つだけではなく複数です。本当に驚きです。何か日本に関する予言はありますか？日本だけではなく全て他の国にも言えることなのですが、エドガー・ケイシーとバババンガの動画を作成したのを見ていただいたでしょうか。少し気味が悪い話ですが、エドガー・ケイシーは日本が海へ崩れ落ちていくと言っていました。でも私にはそうなるように見えません。日本の一部は海に沈むでしょうが、全土が沈むとは思っていません。どの大陸であってもその一部は海に沈んでいくのです。また逆にニュージーランドのように大きくなるところもあります。これはこれから15年の間に地球がシフトしていくことなのです。15年どころか2029年から2036年の間に起こることです。それはアポフィス彗星がやってきて7年後にまた戻ってくる期間です。ですから2020年代から2030年代にかけて大きなシフトが地球で起こります。スピリットも確証しているのが、中国の山岳地帯でも山が崩壊し海に沈むと言っています。これは火山活動によって起こるそうです。山に陥没穴のようなものができて、そこから内側に吸い込まれるように沈没していくそうです。ですからその地帯に人口が密集しているとは思えないので、少なくとも住民は無事避難して大惨事に陥ることはないと見ています。また日本もある地域では陸地が増えると見ています。火山活動の結果、新しい島々が日本の下の方に現れて少し大きくなります。もちろん沈んでいく場所もありますが、すべてではありません。中国です。中国の海岸線でさえも、日本の北東部もその一部が沈んでいくのが見えます。大きなシフト、変化がこれから起こるわけですが、同時に日本が素晴らしい業績を果たします。素晴らしいテクノロジーの進歩が見られます。とりわけ医療の分野において治療方法に大きな変革をもたらします。これは光のトーンと振動を使ったもので、これを使ったテクノロジーはまだ開発されていませんが、将来これが世に出てきます。これはレーザー治療のような、いいえ、それとも違うのです。今までに見たことのないものなのでうまく説明できません。人々はそれを見るなりぜひ試したいと思うものです。それには色々な形がありますが、エネルギーの光線を直接浴びるもので、この光のエネルギーの箱のようなものに入るのです。これはまだ発明されていませんので、既存の考えでは思いつかないようなものです。実際に登場するまで私たちには考えつかないようなものです。そしてこの発明は日本から生まれます。日本で地域的に人口が密集しすぎるところが出てきます。そして住宅の価格がひどく高騰します。今までは安く買えたところでも3倍の価格になります。それによって国民の不満が高まります。前にお伝えしたように移民者が優遇され家も支給されるのに、元から住んでいる日本人が困窮するという状況に追い込まれて人々は立ち上がります。また火山噴火が見えます。いくつか火山があるのは知っていますが、大きな火山です。その火山の名前はわかりません。大きな火山噴火が見えるのです。もしかしたらその火山が将来的に海に沈んでいくのかもしれません。それはノストラダムスの予言でも言われていたことです。山々が崩れ落ち海に沈んでいくと、それは私自身もビジョンで見たことがあります。それは火山噴火で発生するのですが、私には火山噴火と避難する人々が見えます。かなり深刻な火山噴火です。これは少し前にスピリットが言っていたことかもしれません。
可能性として10月に起こると、スピリットは巨大な揺れが太平洋で起こると言っていました。その揺れが日本の火山を刺激するのではないでしょうか。それは飛行機が運航しなかったり、人々が避難したり、それはこの8月から年末の間に起こります。8月、9月、10月、11月のこの4ヶ月の間に起こると見ています。今日気づいたことで面白いと思ったのは彗星の逆行の時期。その前後のプレシャドウとポストシャドウも合わせてこの8週間の間はとても重要です。11月に起こる彗星逆行はとても興味深いものがあります。アメリカの大統領選挙が11月5日にあり、その2日後に射手座に彗星逆行プレシャドウが始まります。これは興味深いことで前回の射手座の彗星逆行が起こった年は2017年です。2017年は何が起こった年ですか？この年にトランプが大統領になりました。いえ、当選したのは2016年で、実際にその職をスタートしたのが2017年ですね。街頭でも混乱が起きたはずです。ですからその影響がこの12月に現れるのではないかと見ています。この12月には何か大きな変化が国際的に起こるとスピリットは言っています。その頃に各地で人々が立ち上がります。世界中でホリデー中に行われる大きなイベントも各地でキャンセルになるでしょう。12月はとても面白い月になりますが、同時に目から鱗が落ちるようなことが起こるでしょう。それではここでお別れしましょう。また来月 Q&A を行いますので Q の文字の後に質問を書いてください。それでは素敵な夏至をお迎えください。そして明日はあなたの意図を忘れず書き出してください。クリアにしたいこと、取り除きたいことを書き出すのです。とても強力な時です。できる限り有効活用してください。それでは良い週末をお過ごしください。あなたはまた私のチャンネルを見に来るとクリスタルの玉がそう言っています。あなたの人生を祝福してあなた自身を祝福してあなたがそうされたいように他人に優しくしてください。そして自分自身に優しくしてください。愛をお送りします。いかがでしょうか？今回2本の質問が出ました。皆さんも Google 翻訳などを使って質問してみてはいかがでしょうか。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。